周辺には病院や中学校があり、警察もパトカーで巡回しています。今日午後1時過ぎ、釧路市桜ヶ丘8丁目の病院付近で熊が目撃されました。近くの中学校では部活動を中止し、生徒を一斉下校させたほか警察が警戒を続けています。今日の釧路市の最高気温は3 3度と例年より暖かくなっていました。